り作るようにできますから。近藤さんよりこんにちは、飲みに行きましょう。返信しますか？返信します。メッセージをどうぞ。ぜひ行きましょう。ぜひ行きましょうと送信しますか？はい、送信しました。軽音などのですね、人気アニメに多数出演いただいている、している寿美奈子さんに今回日本語の担当をいただきました。皆様のお耳のそばにこう、ね、置いてもらうということだったので、優しさだったりとか、やはりアシストしていくっていう思いやりを込めて、丁寧に収録させてもらいました。